目方真は日本の政治家、大津市長、衆議院議員、滋賀県議会議員などを歴任した。市長在任中に滋賀町との合併を果たした。立党新駅問題には反対の立場を取った。二級建築士、滋賀県大津市で生まれ育つ。同志、北王子在住。実母を生まれてすぐに亡くし、育ててくれた母とか、母と名のつく人が三点に四人いたという。 1960年3月、非営在高等学校卒業。1960年に、父、目方四郎が経営する、目偏公務店に入社し、1965年に、専務となる。1986年5月1日、父に代わって、代表取締役社長に就任。1991年3月28日からは、妻の目方敏子に、社長職を譲り、 相談役となった。二30代の頃は、地域で青年団活動をしていた。1991年4月に、滋賀県議会議員に初当選し、1995年4月に再選。1996年に第41回衆議院議員総選挙で、滋賀県第一区から自由民主党公認で立候補。新進党の川端達夫に敗れるも、比例復活で、 初当選した。2000年の第42回衆議院議員総選挙では、滋賀県では自民が2議席を取り、メヘンも各種団体からの強力な集票作戦を取ったが、民主党の川端達夫に1万2000秒の差で敗れた。2003年の第43回衆議院議員総選挙で選挙区を上野健一郎に譲り、2004年の大津市市長選への出馬意欲を示した。 メヘンは、市長選の準備を始めたが、上野への応援に熱心でないと非難も受けた。衆議院議員時代に、自民党滋賀県連会長を務めた。派閥は、旧オブチ派に属した。2004年の大津市長選挙において、決断と実行、改革と継続を掲げ、市役所の移転などを公約とした。メヘンは、市議開催大会派の精神会のほか 150以上の団体、企業の推薦を受けた。また、メヘンは、総選挙直前に、民主党系の元議員が副理事を務める NPO 法人、市民共同の副理事長に就任し、非自民党の支持も集める作戦に出た。メヘンは28,766票を獲得し、八万数オラを破り2004年1月26日に、第22代大津市長に就任した。 メヘンは一期目の最も印象を残った施策を旧滋賀町との合併としているが当初は合併に消極的だった。旧滋賀町では大型産業廃棄物焼却施設の建設が住民の反対運動なので問題となっており合併は問題の解決後にすることを主張していた。しかし2005年12月に合併と参拝施設の受け入れること メヘンは合併に伴って市民が2万3000人増え、古際道路が無料化されたことを自らの実績としている。滋賀県で大きな2004年1月に東海道新幹線、琵琶湖立東駅設置促進協議会から脱退することを表明し、建設費の負担を否定し、祝い金程度なら市の財政状況を踏まえた上で用意したいと述べていた。 メヘンは行財政改革を取り組む中で市が建設費を負担することが市民の理解を得れないと判断し、建設されても大津市民が利用する見込みがないことを主張した。新駅の凍結を掲げる加田知事に対しても建設費支出を拒否して支援をした。新駅は2007年に凍結され、メヘンは市民主体の立場から本市独自の主張を貫くことができたと主張している。 就任以来、老朽化した大津市役所を浜大津に移転し、市街地を活性化することを主張してきた。浜大津の移転予定地は県あり市で協力的な国松義継知事と協議を進めた。浜大津移転に反対する市民団体、市庁舎の移転先を考える市民の会が応援した、加田幸子が2006年に滋賀県知事に当選したが、 メヘンは、新知事は冷静に判断されるはずだと語った。建設が中止されている大戸川ダムの建設を主張している。加田知事がダム建設の凍結方針を示したことに対して、2006年8月2日に大津市単独でも国に要望を出すことを示した。同月に国土交通省が淀川水系河川整備計画の原案に穴空きダムの復活を盛り込んだことを歓迎した。 2005年8月2日の定例記者会見で教科書問題についてあくまで個人の考えとして意見を述べた。メヘンは不走者の新しい歴史教科書を現実的に適した教科書、選ばれてもおかしくない教科書と評価した。これに対して全日本教職員組合がメヘンや市教育委員会に発言の撤回を要請することを呼びかけた。2007年3月に 市内で突然意識を失い、脳の血流障害の疑いがあるとして、大津市民病院に入院した。同年5月に、公務復帰し、医師の勧めで、禁煙禁止を誓ったが、間もなく庁舎内でタバコを吸う姿が目撃された。この報道後、メヘンは、ちょっと孵化した程度だと反論し、それ以後はタバコ吸っていないと話したが、2010年時点で1日40本のタバコを吸っていた。 2008年の滋賀県知事選挙の候補にも名前が上がったがこれを否定。出馬することはなかった。2007年9月10日の市議会で2008年の市長選に立候補して再選を目指すことを正式表明。市長選には他に共産党推薦の井上敏一、民主、社民党推薦の奇跡美子が出馬した。メヘンは自身を市民党と位置づけて、 各政党に推薦を要請し、市議会最大会派で自民党系の大使会と公明党議員団の支持を得た。自民党、公明党の県連もメヘンの推薦を表明し、これに加えて約420の推薦団体が組織的にメヘンを支援した。2007年の参議院選挙で自民党を中心とした与党は敗北しており、メヘンも過去5回の選挙で一番苦しいと語ったが、 メヘンは現職としての知名度、実績をアピールし、少子高齢化や地震への対策を主張し、2008年1月20日に執行された市長選挙で、規制候補を約3600票差で下して、再選を果たした。2008年2月、道路特定財源の検事を求める滋賀県、総決起大会の発起人となる。 県民が望む必要な道路整備を促進するために暫定税率の検事を主張した。3月2日に、風邪気味で大津市民病院で診察を受けた後、肺炎と診断されて、再び緊急入院した。その後、集中治療室で治療を受けており、市議会にも欠席した。同月25日に退院して、自宅療養を続け、31日から公務に復帰した。 2009年4月1日に大津市を特例市から中核市に移行することを選挙公約としていた。2008年4月30日に加田知事に同意を申し入れ、7月23日に加田知事から同意書を受け取った。公約通り、翌年4月に大津市は中核市に移行した。8月7日に大戸川ダムの建設について県が独自に 洪水対策をした場合に工事費が余計にかかることを指摘し、対話どころじゃない、全然聞く耳を持たないと知事の対話不足を非難した。12月15日にも県議会にダム建設中止意見案を提出した、加田知事に対して説明を求める緊急要請を行った。2009年2月16日に太ももの静脈に血栓が詰まる、深部静脈血栓症となり、 大津市民病院に入院。17日に手術を行い、その後25日に退院した。2011年4月の滋賀県議会議員選挙に、息子の木片慎吾が部所属で、立候補し初当選した。2012年1月22日に投開票が行われた大津市長選挙に参戦を目指し、立候補するも、新人の腰が大見に敗れた。 2017年4月29日付の春の叙勲で朝日中受賞を受賞。2020年12月8日、肺炎のため大津市の病院で死去。79歳没。ありがとうございます。